ね、外堀、本来川幅はね、これの 2.5 倍ほどあったんですよ。ところが、左側ね、これ石碑と松井病院、病院とか住宅を設けますのでね、実は、これに立ち上がっています。はい、そしてこれから来りますがね、これが新宮名護橋。アーチ状の橋ですね。見るからに低い橋です。はい、では4回目です。やり投げします。できますよ。やり投げします。この遊覧船はね、こうやってお城の周りのお堀をね、こうやってぐるーっと一周させます。皆さんクイズですよ、クイズ。日本にはね、たくさんの遊覧船があります。ですとね、お城の周りのお堀、これをぐるーっと回る一
回って一周する遊覧船というのはいくつあると思いますか。お堀を一周できる遊覧船、ぐるっと回れる遊覧船、さあいくつでしょうか。答えはね、1か2ですよ。お母さん、ごめんなさい。答えは1です。ここだけなんですよ。あとないですね。あと、石垣の前を行ったり来たりとかですね、平野部を回る、ことはありますけど、お城のお堀をぐるっと回れる遊覧船というのは、この松の遊覧船だけなんですよ。そして、皆さんの遊覧船チケットはね、今日一日の有効ですから、ね、最終日は午後1時、夏場に最終日なんて寝るんですよ。でまたお城とかね、施設とかね、割引券とかなってますけどね、有効券使いたくない、そんなところありますね。結構有効券が出たのでね、楽しみで有効券を出ていただけるさあ、服の正面ね、青いカヤックなんです。すごいんです。これがね、一番低いんですよ。でこの足の切手にはね、天台宗コイン松江藩の一番近いです。よろしくお願いします。ちょうど一瞬に当たりましたね。一番近いと言っております。さあ、続いて、5回目です。内参いたします。下げますよ。内参いたします。はですね、気温365日運行します。ところがね、雨風大雪に弱いもんでしたね。その時は水位がこう上がったりするわけです。そうすると一番最初に通りますのはどうですか。出港はしたけども帰ってこれないということが起こってはいけませんので、まあ、その時はやむを得ているということはございますね。年間だと到着が少しありますよね。さあ皆さん、まもなくね、お城が見えてきますよ。松江城五層六階約30メートル高さ、平成の24年、お城の一角に松江神社があります。この神社から祈祷札が見つかりましたね。この祈祷札に慶長16年大仙寺半夜神経600号実行地方部長教と書いてございます。これはきっと仕事祈祷札とするということがありますね。調べましたらそれが正解、間違いないということでね、これが認められまして、平成の27年国宝に指定をされております。船はね、ここでぐるっと回りますからね、店のお客様をね、これからご覧になるようになります。はい、パンセントでございます。江戸の頃、日本にはですね、360からお城がありました。で多くのお城はね、合戦の時とかね、それから明治維新会長令が行ったと思いますね。この時に亡くなっております。今日本に現存するお城というのは12です。一国宝に指定されておりますお城は1つであります。一番有名なところはね、兵庫県の姫路城、世界遺産ですね。次に天守閣が大きいのはこの松江城なんです。そして長野県の松本城、愛知県の犬山城、滋賀県の彦根城、日本には、ね、5つの国宝の城があります。今ですね、江戸の頃のお城がね、12でありますと申しましたけど、この松江のお城も最初に築城してから1410年経つわけですよ。ですから当時のお城ではございません。で3回ほどね、一体リニューアル工事してますね。で最近のリニューアルはですね、昭和30年から35年にかけて、5年かけて行っております。ただその時にですね、江戸の頃から、その前からずっと使われている部材はね、そのまま使うんです。
そして建築用紙公式もね、当時の建築工法そのまま直して報酬しております。ですから新しいものを見るという場所にここでエレベーターとかも見せておりますので、その建築工法も認められまして建築運転して運行をしていると思います。さあ、ここで下堀橋を見まして、お城がもう一回よく見ますよ。もう一回よく見ます。はい、この辺りのアングルもね、これはあの雑誌とかね、ポスターによく使われるアングルになります。ありがとうございました。はい、だんだん、ありがとうございました。はい、まだそのままでお待ちくださいませ。しばらくお待ちくださいませ。